こんにちは。日本学術書道会の田村喜山です。今日も担当者の茶掛けの前後辞典から前後を選び、その解説文を読んでから、後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の言葉は、虎嘘吹くです。これは龍吟ずれば雲起こり、虎嘘吹けば風生ずの後半のみを表したものです。元は易経の剣の文言で、猛威を振るう虎が嘘吹くと谷の風が生じる、幻妙なものが出現する光景を言います。宋の摂政重権は、どのようなものが仏法の大義根本義でしょうかと問われて、この二句で答えています。今から虎嘘吹くを書いています。最後までご覧いただきありがとうございました。